雨が降り始めています。まもなく試合開始。ホットモットフィールド神戸からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対ライオンズ。マウンドに上がるのは先発の長谷。さあ、バファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。大石、打席に入ります。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。はい。さあ、今日も続けることができるんでしょうか。赤星さん、注目の初先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか。映像では見てると思うんですが、実際に打席に立つと3球目打ちました。これはどうか。この打球はどうだ。切れるか。レフト線を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。まず際どいコースをついてきました。この球は外れました。さあ、3球目は何か。センターへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードがバスを蹴った。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。三塁タッチはアウト。バファローズ1点返しました。2対1になりました。その差を1点としました。非常に速い打球でした。見事タイムリーを放っています。本当にすごい当たりですよね。ここで得点が入りました。バッターは3番のデイビス。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。試合前ちょっと話したんですが、今はバットが触れてるんだと言ってましたね。ええ、さあ、今日も打つことができるんでしょうか。バファローズ点差を縮めてきました。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあ、しっかり狙っていたと思いますね。この調子で追い上げていきたい。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入りました。ホームラン。同点のソロホームランです。オリックスバファローズ、レフトスタンドに飛び込む今シーズン第7号のソロホームランになりました。同点に追いつきました。オリックスバファローズ2対2。鮮やかなホームランを見せてくれました。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターの小栗、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんですけど、本人も今打ちました。これもいったか。伸びていく。どうだ。ライト見送った。勝ち越しのホームランです。オリックスバファローズ、これで2者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。バファローズ勝ち越し3対2。これぞ4番という仕事をしてくれました。この回一気に逆転となりました。体をうまく回転させてライトスタンドにボールを運びました。いやー、本当にうまく反応しましたよね。序盤リードしましたが、試合を確定づけるためには追加点を取っておきたい状況です。さあ、バッターは九里。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。打った。これもいったか。伸びていく。どうだ。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ4対2。頼りになる男がやってくれました。逆転してからも攻撃の手を緩めません。ご覧いただいています。弾丸ライナーで入っていきました。まあ普通ならフェンスに当たってたと思いますけどね。よく伸びましたね。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターは6番鈴木。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。打撃好調ですよね。状態がいいんでしょうね。はい。さあ、今日も続けることができるんでしょうか。バファローズホームランで追加点を挙げています。インサイド落ちました。さあ、どうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで6連打。ワンアウトランナー二塁となりました。
最初は変化球できました。打ちました。ここはフライになっています。セカンドが構えます。外崎が掴んで2アウト。打順は8番山下。バファローズこの回4点を入れています。さあ逆転に成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。引っ張った。弾き返した打球はレフトへ。この打球はフライになっています。バーロー掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。1回終わって4対2。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、バッターは9番に入っている牧。昨日のゲームではなんと6安打の大活躍でした。いやー、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。真ん中打ちました。3塁ファールフライ。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。打ちました。痛烈な打球、伸びていく。どうだ、入れば貴重。レフト見送った。ソロホームランが出ました。これがチーム4本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ5対3。鮮やかなホームランを見せてくれました。その差を2点と開いています。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで追加点を挙げています。打った、高く上がった。伸びていく。どうだ、レフトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。さあ、そしてバッターボックスには新井入ります。さあ、追加点の欲しい場面。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですよね。引っ張った、メヒア一塁、そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。さあ、そして打席にはデイビス入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。初球打ち、この当たりはどうか。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。バファローズ1点追加します。6対3になりました。バファローズなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。早くも流れを確実なものにしようとしています。ここでリードを広げておきたいですね。まあ、次は勝負強いバッターですから、非常に期待が持てると思いますね。その期待に応えてほしい小栗、バッターボックスです。外へのストライク、ストライクを先行させていきます。追い込みました。低め、これは外れた。ファウルになります。次が5球目、ファウルです。ファウルです。外れていきます。さあ、仕留められるか。インコースへ大きく外れます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。取った。一塁へ送ります。2アウトになりました。これは進塁打になりました。5番バッター九里。バファローズこの回2点を入れています。さあ、3点をリードし、なおも初球打ち、ライトが下がっていく。入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。追加点が入りました。オリックスバファローズ8対3。クリーンナップから飛び出した一発になりました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。大きなリードをもらいました。バッターボックスは6番鈴木。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。打った、これもいったか、
大きな打球になった。センターは入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ9対3。ここ一番の集中力が光ります。バッターボックスは7番金村。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。これもいったか。下がっていく。レフトポール際、判定はファウル。大きく外れてボールです。ボールになります。このカウントは甘い球以外も含めた広めのゾーンを狙う感じでしょうね。なるほど。さあバッターは、これは行くでしょうね。頭上ぐんぐん打球入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対3。見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは8番山下。バファローズホームランで得点を挙げています。ファウルになります。さてバッターの山下、どういうバッターなんでしょうか。まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。なるほど、そうですか。低めの変化球は外れました。ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。これから3回の裏バファローズの攻撃です。さあマウンドに上がったのは平、今シーズン3試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。さあ西さん、序盤ながら初球打ち、これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みます。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなってきたということで内野陣外野陣、そしてバッターボックスのバッターも下げて、今両軍ベンチに下がっていきます。今状況を審判団が判断しています。雨が強くなってきたということで一回試合を止めます。少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。打順はトップに帰って大石、リードはしてますがまだ序盤ですからもっと点は取っておきたいですよね。さあインサイド落ちました。これはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。11対3。バファローズちょっと一方的になっています。バッターボックスには2番新井。打ちました。セカンド取った。一塁へ。アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。バッターは3番デイビス。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよ。打ちました。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット12対3。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスには指名打者の小栗。まず大きく外れてボールになりました。大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン、ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。らしいホームランを見せてくれました。バッターボックスは5番クリ。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。
よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調。3打席連続ホームランに挑みます。いやー、これも初球打ち、レフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。3塁回って今ホームイン、15対3。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターボックス金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、これはショート、源田掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。西さん、まさにこれがプロの洗礼というものなんですかね。そうですね、プロの厳しさ、そういうところを感じたんじゃないでしょうかね。打ちました。この先抑えてワンアウト。打順は9番牧。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。平、まずは先頭バッターを打ち取っています。さて今日のライオンズの先発は序盤大量失点で交代した長谷。今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打ち上げました。ここはフライになっています。ストレートに詰まって取りました。アウト。この回バファローズ三者凡退です。西さん、今日は本当に打線がよくつながってますよね。ご覧になっていかがですか。いや本当にね、理想的に打線がつながってますね。そうですよね。これが2球目、インコースを厳しく攻めます。アウトコース外れました。次が4球目、打った、内野を抜けていきます。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。打順は3番デイビス、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね、ヒットでランナーを1塁に置いています。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました。あっと強い当たり弾いた、ボールを拾ってアウト、ワンアウトです。バッターボックスには4番小栗。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量打ちました。大きな打球になった、ライトバックバックバック、ライト見送った、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックス栗、バファローズホームランで得点を挙げています。初球空振りです。さあ2球目は何か、打ちました、伸びていく、2球目打っていきましたがセンターライナーに倒れています。これで2アウト。打った、これは入るでしょうね。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターは7番金村、バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、これは行きますね。頭上ぐんぐん打球の入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。8番バッター山下、バファローズホームランで得点を挙げています。
打ちました。切りました。ファウルボールです。打ちました。伸びていく。この打球はフライになっています。2球目打っていきましたが最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。ここまでのハイライトです。1回の裏ノーアウト2塁の場面、2番新井、センターへ運ぶタイムリー、バファローズ1点を返します。続く攻撃、ワンアウトランナーなしから3番デイビス、3球目を捉えました。バファローズ一振りで同点とします。さらに続きます。ワンアウトランナーなしから DH 小栗、その初球でした。バファローズこの一発で勝ち越します。続く攻撃、ワンアウトランナーなしから5番バッター栗、初球から狙っていました。バファローズ1点を追加します。2回の裏、この回の先頭バッター牧、3球目しっかりと捉えました。バファローズ1点を追加します。さらに続きます。ワンアウトで三塁にランナーを置いて3番バッターデイビス、初球を叩いてタイムリー。バファローズ1点を追加します。続く攻撃、2アウトで三塁にランナーを置いて迎えるは5番栗、その初球でした。バファローズ2点を追加します。6回の裏、バファローズの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。小川がマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは小川、今シーズン4試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、ファウルになります。次が2球目、ボールになります。次が3球目、打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。今日はダイソーで途中出場の水口、バファローズホームランで得点を挙げています。初球打ち、伸びていく、ヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、ノーアウトランナー二塁です。バッターは2番新井、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットで打ちました。伸びていく、どうだ、どうだ、センター深いところを破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。打席には3番バッターデイビス、切りました。ファールボールです。2球目は何で来るか、インコース、スライダー決まります。ここはあっという間に追い込んでいます。これは内へ外れます。低め見ました、ボールです。打ちました。これもファウル、またファウル、大きく外れてボールです。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わります。まずは見送ります。ワンボール、ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど、そうですか。
ここは狙いを定めて思い切り振っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ファウルになります。打ちました。痛烈な打球、切れました。ファウルボール、2ボール2ストライクです。打った、大きな打球になった。伸びていく、どうだどうだ、ライト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターは5番クリ。初球は何で来るか、はい、まずは変化球から入りました。内へ、これは決まった。すぐに追い込みました。このストレートは入りません。打った、ライト下がっていく、下がっていく、ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。バッターボックス鈴木、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の田田。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。まず何を投げてくるか。切れました、ファウルボールです。打ちました、下がっていく、下がっていく、グン、レフトポール際、判定はファウル。ここもファウルです。アウトコース、これは見送ってボールです。これもアウトコース、ボールになります。平行カウント、際どいですね。よく選びましたよね。はい、変化球わずか外れてフォアボール。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面で、バッターボックスには代打のドレイパー。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。ここ一番の集中力が光ります。バッターボックスには代打の村上。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。打ちました、これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ベンチの期待に応えました。ツーアウトランナー一塁、打順は1番に帰ります。バッター水口、先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。高めちょっと外れたか。改めてお聞きします、この水口どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、目の覚めるような速い打球を外野オーバーまで飛ばす。ランナースタート、ヒットエンドラン、センターオーバーのヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、バファローズ大量リードとなっています。バッターボックスには代打のブライアント。
バッターライトへ打球伸びる。ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。いい当たり、これは大きい、伸びていく、どうか、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。初球は何から入ってくるか。打ちました、いい打球だ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球を伸び、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日4本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ頼れる4番の一振りでした。打席には5番バッター栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。ジャストミート、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターは6番鈴木。バファローズホームランで得点を挙げています。初球打ち、浅いフライ、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがレフト掴んでワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。このホットモット神戸に見事なアーチを描いてみせました。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でヒットを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。際どかったですよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。打ちました、センター下がっていく、下がっていく、どうか、フェンス直撃。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これでマルチヒット。2アウトランナー2塁。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のニール。さあマウンドに上がったのはニール。今シーズン5試合目の登板です。3連投ということになります。ファウルになります。ここもアウトハイへ。これも空振り、バットが泳ぎます。チャンスの場面振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。8回の裏バファローズの攻撃。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。リード、これはスタンドへ入りそうです。これは一塁側のスタンドに入ります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには3番デイビス。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ニール、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。
2アウトです。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この球は外れています。ボール先行です。これはファーストゴロ、メヒア掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで連勝は6になりました。西さん、今日は相手のルーキーピッチャーに対してプロの厳しさを教えるというような勝利になりましたね。いや本当ですね、相手に対していい印象を持つ大きな一勝となりましたね。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。